ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。今日は36歳のエミさんに来ていただきました。今日は今どんな感じでしょうか？そうですね、ちょっとまた腰回りが少し痛いかなぐらいですけど、はいはい、そんなにいつもより悪くはないですね、はいはい、支障は今特にないって感じですかね。そうですね、特にはないですね、はい、よろしくお願いします。わかりました、はい。お腹にホットストーン入れますね。はい、これあったかくて好きです。あ、気持ちいいですよね、はい、じゃあ蒸しタオルで温めますね。はい、体勢はお辛いところないですか？はい、大丈夫です。エミさんの場合こう結構足がつま先寄りに倒れてしまってるんですよね、はい、というか本来の状態で言えば、はい、まあ、このぐらい起きてる状態なんですね。はー、はい、こっち側が縮んでしまってるためなんですよね。それを改善していきたいと思いますね。痛いと思うんですけれども、はい、このアーチが形が崩れてますので、そこの補正からやっていきますね。痛いですね。気持ち痛いですけど気持ちいいですよ。あ、はい、すごい、うん、はい、それと、はい、このアキレス腱の形が悪くなってしまっているので、それもちょっと、生涯テラス海っていう字を書くんですけれども、生涯っていう陣の壺があって、体に老化があると痛い痛い、はい、やっぱ冷えが強いですから。痛い、ごめんなさい、すごい叫んだ、痛い、はい、汗出たぐらい痛かったです、はい、ですね。あげることによって、はい、体が若々しくなっていく、暖かくなってきますね。痛い。この陣の有線のところから、有線から紹介へっていうふうに、この陣のルートがありますので、こういうふうにやっていきますね。
はい、むくみや冷えがある方は痛いんですよね。ごめんなさい、痛い、はい、大丈夫ですか？うん、はい、そうですね、冷えむくみもひどいんですよね、はい、かなりひどいですね。もうこっちカチカチなんでちょっとクリーム変えますね。うん、相当やばかったです。うん、そうなんですよ ね。でもあんまり辛くないって思ってるんですけど、はい、非常に良くないんですけど悪くなりすぎちゃってるとあんまり気にもならないっていうか気がつかなくなってきちゃうんですよね。あ、いつもの私のパターンですか？そうですね。よいしょ、じゃあ上げますね、はい、これ気持ちいいですよね、はい、まあ、指先も非常に冷たいので今やっていきますね。汗出てきましたね。はい、暴れすぎて汗、あ、いや、もうこっちからの汗なので足の裏の汗、わー、痛い、こう肩ですね、痛い、うん、もうこう分かりますかね、すごいびしょびしょなんですよね。うん、そうですね、びしょびしょ、冷えてたから温まって、温まってっていうか余分な水分がこう出てきたんですよ、毛穴開いて。むくみっていうもんですか？そうですね、むくみ水分ですね。うん、あの結構たまっ、足って結構汗かく場所なんですけど、痛い、うん、あの冷えすぎてたりとか、はい、うん、ずっとこう靴下履いてたり靴履いてたりすると、はい、出るべき汗が出ないでまた戻ってしまったりするんですよ。うん、でそれでこうむくんだ状態になってるところがこう柔らかくなって、うん、毛穴が開くとドバーッと汗が出てくる。あの、いわゆる水太りの人っていっぱい汗かくんですよね。足の冷えは全部水太り系ですか、はい、これは。うん、の人が多いですね。痛いと思うんですけど、うん、どうなってきますね。お年寄りになったら足がすごくむくむ人って多いじゃないですか。あ、はいはいはい、8割ぐらいいるのかな。そういうことなんですよ。あの、腎が弱るからですね。腎が弱る、腎が弱る、あの、腎の働きっていうのが水分排泄、なんかあのやっぱり尿漏れするとか、うん、頻尿になるとか、うん、残尿感があるとか、
ジンジンね、すごく冷えとかストレスとか薬とかに弱いんですけど、お年寄りになると、まあ、老化もしますし、薬飲む方も増えますよね、で冷えも強い、動きもしないっていう形になりますので、ジンの働きが弱ってむくみが出てくるっていうことですね。この足のミルキングアクションって言うんですけど、このふくらはぎの動きですね、これがないと足元に溜まった静脈の血流を心臓に戻すっていう働きが出ないんですよね。だから溜まったまんまになっちゃうんですよね。だから座りながらでもこういう動きしてればいいんですけど、やっぱりね、曲げっぱなし、じっとしたまんまっていう風になりやすいので、この伸ばす動きですねをやってあげるとむくみが軽くなってきますね。真ん中指が特に痛いですね。あ、そうですね。外側の方がすごい痛い感じ。多分外側の方が使えてないからだと思いますね。止まってるからだと思いますね。割と親指の方とかやっぱり面積も大きいので体重乗ってるんですけど、こっち側何もしてないみたいになりがちなんですね。でこの時点でちょっとこう立ってきましたよね。全然立ってますね。そうですよね。ここにくっつくようになってるので、これは立ってきたっていうことですね。内側が、このアーチが出たりとか、ここの、バランスが取れてくると本来の状態に近づいてきますね。でこうなってくるとさ、ここもそこまで痛くないですよね。痛くない。さっきと全然違いますね。はい、そうですね。そこも痛くないですね。痛いけどまあまあ、気持ちいいぐらいですね。はい。何より足首が立ったのがちょっと驚きですね。そうですね。結構短時間でも変わってきますね。でこうなると自然なこの動きが、こっちよりもやりやすくなると思うんですね。アキレス腱伸ばしがしにくいんですよ。ああ、そうでしょうね。痛い、まだそこは痛いですね。でここ肺なんですね。はい、呼吸器がちょっとね、喘息持ちっていうことで、あるんだと思いますね。ここ鼻ですね。なんかどこもかしこも悪い気がしてきた。はい、よいしょ。でもだいぶさっき汗、まあ今もそうなんですけど汗かいてるので、さっきよりこうむくみがなくなってきて、ここの通りちょっとすっきりしてきましたね。暑いですね。あったかくなってますね。やっぱり水気が抜けると温まりやすいですね。細胞の中に水分がたっぷり入ってるのはいいことなんですけど、細胞は塩で細胞の外に水が溢れちゃってる状態、これがむくみなんですね。そういう水はあると邪魔なだけなので、取れた方が楽になりますね。
で今右と左でも結構こう肌の色つやとか今もこう違ってきてますね。断然あったかさが違います、ね、あったかさとあとなんていうんですかね、足が足、はい、ちっちゃくなった感じが、ああそうですね、引き締まってるっていう感じですよね。はい、実際これ受けて帰る時に、はい、履いてきた靴がブカブカになってましたとかおっしゃっていただくこともあるぐらい、やっぱり足のサイズ、まあ、太さもそうなんですけど、この足位というかね、足の周り の大きさっていうのも変わってきますね。で左足ですね、おしまいになりますね。右足の方やっていきますね。すごい冷たいですね。うん、やっぱり全然違う。で足のこう、うん、角度というか向きとしても本来であればこういう感じでが望ましいんですけれども、こういう風になっちゃうんですよね。だいぶこう 外側のかかとが床につくような形に、ちょっとこう開くというか倒れるというか。痛い。だからさっき小指の方が痛いって言ってたんですけど、はい、それもあると思うんですね。この足で潰されてしまっている、うん、そういうところっていうのは老廃物がいっぱいになりますので、はい、その中に発物質もありますので、流そうとした時に非常に痛むという形になりますね。今非常に冷たいので血管も細くなってますので、流れにくい状態のところを通しているので、結構痛いかなっていうことですね。汗が出てくるようになれば楽になると思いますね。もう出てますもんね。そこ、はい、今じわじわ出てきたところですね。わかりますよ。当然ですけど、はい、上も熱くなりますね。はい、そうですね。血が、はい、巡るから。そうですね。汗、手のひら汗ばんで、はい、どうしよう。デトックスになりますからね。うーん、あー痛いすぎる。痛い。
議もパンパンですもんね。いや、そうですか。もう自分の体気づきませんで、ね、結構。あ、そこまでひどくなってましたか。結構良くないですね。もう血管ももうちょっとこう出たりしてますしね。あのやっぱりかなり、まあ、冷えとむくみが長期的に続いてるだろうなっていう感じですね。そうでしたか。大丈夫ですとか言ってたのに。まあ結構もう何年もなっちゃうと思わないんですよね。意外と静脈瘤とかたくさんある人って別に足だるくもなんともないとか言うんですよ。本当にひどくなって、なんかあの他のところがまあ、もう悪いから腰が痛いのが辛いとか、うん、座骨神経痛が辛いとか、うん、それは言うんですけど、それぐらいは足は平気みたいな、うん、そんなに激しい激痛とかじゃないので、うんうん、だるい痛みとか重い感じとかっていうのはまあそこまで強い信号じゃないので気にしないっていうか慣れちゃうと思わなくなるっていうところありますね。どこへ向かおうとしてるんですか。スタートラインを切る選手みたいになってますけど。もう痛すぎて我慢せん体勢がね。もう寝てられないぐらい。でも、べっちゃべちゃですね、足の前は。足も今、べしゃべしゃですね。そんな溜まってたのかと思うから、びしょびしょ。そうですね、水気がすごいありますね。まあ、結構本当は足ってでも実は、はい、一晩で 100cc ぐらい汗かくんですよ、はい、両足からだと。へー、だから靴下が常にびしょびしょでもおかしくないですね。だから結構足ってじっとりするのが普通なんで。そうですか。だからこそ通気性がいいもの履かないと、はい、足の、まあ、皮膚の変色とか水分子とかいろいろなっちゃうんですよね、匂いの元とか。うーん、足がね、あのやっぱストッキングとかずっと履いてる人って足きれいな人少ないですよね。あ、そうなんですね。うん、角質できてたり変形してたり。うーん、足は結構まあ頑丈なんですけど、うん、正しくケアできてる人が少ない。手綺麗な人っては聞くけど、足綺麗な人なんてあんまり聞かないですね。そうっすね。あ、足血管も切れてる人多いですよね。そうですね、うん、あのやっぱり血流が悪いとそうなっちゃいますね。でもあの だいぶもう穏やかじゃないですか、うん、言うほどこう激しい痛みじゃないんじゃないですか。いや、そうですよ、そうですけど、ええ、最初見た目はもう、ええ、あ、そうですよね。それはそれに比べたらね、うん、まだでもまだ痛いってことですね。そうですね、うん、悪いですもんね、私ね。そうですね、だいぶ、うん、
まあやっぱりぎっくり腰になったりするぐらいですからね、しかも年に1遍、3遍じゃないか、2遍ぐらいか、ありますもんね、ちょっとその時に比べてはマシになってるかなって思ってたんですけど、そうでもないですか？そうですね、やっぱり蓄積しているものがあるので、またちょっと足さられたら、何かで負荷がかかったらっていう、安心はできないかなっていう感じです。すごい冷えも強いですしね。もうこれから春だからなんとか、この冬越せたって感じは、どんなんだ。はい、じゃあ蒸しタオルで温めていきますね。手術受けるときに、はい、そう、受ける前に洋服ちょっと薄着になるじゃないですか。はいはいはい、ちょっと寒いなと思ってたんですよ。はい、それがもう今汗が全然汗が出て、はい、意外と寒くなかったですね。暑いぐらいそうですね、体が冷えてるってすごいわかりますね。そうですね、で気づかないんですよね、またそれが。そうですね、当たり前になっちゃってると、そういうもんだと思っちゃいますよね。忙しいのもあって、なかなか難しいと思うんですけど、足の指って気にしてることありますか？ないです。ほぼないですね。いやでも、最近ちょっと足裏回路を知らしてて、ですかね。もう足が相当冷たくて仕方がないなってそういえばありました。なんで回路をしてたかな。そうだそうだ。もういろいろありますね。やっぱできれば自力で暖かくするっていうことが望ましいので、あれですね。ちょっとこうちょっとしたことですけど、お風呂上がった時に指の間こうやって、タオル入れて、こすって、そうですね、一本一本の間をちゃんと乾かす。これが指の股のところってリンパの刺激になりますし、指の間に汗とか水気が、お風呂の水気が残ってると、それが足先の冷えの元になるんですよ。なのでそれをないようにしっかりこう拭き取っておく。これが足の指の冷え予防にもなりますし、清潔にもなりますし、こう刺激にもなりますので、いろいろとこう一石二鳥さん、三鳥な、いい方法なので、なるべく、小さい子さんいると難しいとは思うんですけど、そこだけでも、30秒ぐらいあれば終わるので、そういうお風呂入った時とか、癖にするようにして、やっぱ1日1回でもちゃんと足を触ったりとか、きれいに保つっていうことが健康に欠かせませんので、カイロ貼るよりはマッサージするとかの方がいいんで、なるべく、指抜きって言うんでしたっけ？そうですね、引っ張ったりとかもいいですね。そうそう、これは本当にできないけど、やらなきゃなと思う。すごい。そうですね。もう別にちょっとこう10秒ぐらいずつ指つまんだりするのもいいですし、もう全然気持ちよさが、ありますし、そうですね、やった時はおおって思うんですけど、これ毎日続けれるかというと、やれないですけどね。思った時、気づいた時、お風呂の中でもでいいので、なるべくなんかちょっとこう指の間にこう指入れたりとか、どういう形でもいいので、ちょっとこうやっぱり靴下を分かれてるやつ履くとか、何かで、その回路とかよりかはもうちょっとこう自発的なものっていうか、あんまりちょっと賛否あるんですよね、回路とかって。常に一定の温度に温めてしまうと、より
恒常的に温めるっていう体温をこう維持するっていう機能が落ちてしまうから、うん、なしではいられなくなるっていう回路に頼ってしまうって、やっぱりちょっとね、他のもので楽をしようとすると他力依存になってしまって、うん、自分の体がより弱ってしまうということが起こりますので、なるべくコルセット理論と一緒ですか。そうですね、やっぱりなるべく本当に無理な時にはそれあった方が助けになるっていうことは使っていいんですけど、うん、なんかこう考えなしにそれで済むからそれにしようみたいな感じで、やってしまうと結果的にもうそれに頼り切ってしまうみたいになってしまうっていうのは怖いですよね。まあ、あとは普通に低温やけどとかそういうこともまあ起こりやすいということがありますので、ちょっとこう動かしてみたりですとか、まあとりあえず軽いですよね。はい、軽く、あっすごいですあったかすぎる。いやすごい、こんなにあったかい足なんて久しぶり。うん、お風呂上がりの足みたいになりましたね。はい、そう、うん、うん、あら、あ、足が細くなってる感覚でも細いけど、はいはい、え、足の甲がなくなりましたかね。はい、あ、こう肉が、そうですね、肉というか、うん、やっぱり水分がぷくっとさせちゃってるので、むくみがあると、あ、すっきりすると薄くなりますね。うん、うん、引き締まった感じになりますね。これが本当、はい、あ、ごめんなさい、なんか、これができなくって痛いなと思って、やっぱりアキレス腱が伸びてないのかなみたいな。はいはいはい、そうですね、はい、その感じは軽減しましたかね。うん、なくなりましたね。あ、よかったです。そう、はい、うん、本当にお風呂上がりみたいな温かさで、ずっとこれを保てたらいいですね。頑張ります。そうですね、やっぱり疲れをためないようにっていうところで、こうながら運動でもね、座ってる時でもこうちょっと足こう動かしたりとか、こう指握ったり開いたりしたりとか、うん、そういうことにできるだけちょっと思い立った時に1日1回でも、はい、2日に1回でも気がついた時お風呂の中とかどこでもいいのでやってあげられるといいですね。わかりました、ありがとうございました。はい、いや、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お疲れ様でした。